上智大学新井研究室では、人間の音声器官を模擬した物理模型を制作し、これらを用いて音声コミュニケーションの研究を実施しています。その一つがこちらの正動模型です。顎や舌を動かすことで、異なる音を作ることができます。その様子を実際に見てみましょう。 このような模型は外国語の発音練習や言語障害の治療への応用も視野に研究が進められています。